いらっしゃいませ。お客様は旅の、この店では武器防具のほか担当のものが偏屈です。なんだあんたは。俺はこの店の主人アドニス。剣を。だが悪いが、なんだ、出て行っておくれ。若いのに聞こえないのかい。あら、ドギと共に町にいらっしゃ、はじめまして。エレナから聞いたのでありがとうございます。この礼拝堂に勤めて長い二人ともですから。おや、はじめまして。あなたのことは、彼女が魔物に襲わ、ありがとう。実は彼女は否定していましたが、これ以上あなたに困ったことがあれば。あ、今日はドギと一緒。ドギが彼の師匠に会う。まあ、ドギったらアドルさんの8年前もいきなり
でかい男になるとあまりに突然だったから、兄さんも、もっともドギが旅立つ時には二人とも仲直り。実は私、昨日に、実はもうあの日、それから今日まで、そんなこと、ごめんなさい。私、ドギならきっと、それで、わからないが、一匹。あんたは？アドルは自己紹介をして。東にあるティグレー祭。俺たち行員連中は、なんとか視察に来ていたエドガー町長。それで、町に助けを。ドギがいたらよかったんだが、だからといって、俺。アドル、俺の代わりに採石場。ありがたい。アドル。それから魔物と戦う。こいつで武具を鍛え。鍛冶屋のアドニスに俺のことを伝えてみるといい。頑固なあいつでも。きっとすまないが。また何度来ても同じだぜ。アドルは。何？確かにあんたなら俺が。分かったぜ。他ならあんたの持ってる剣、鎧、盾をここで鍛え。だが装備を鍛えるには魔物が落とす時もあるが、それから紳士やね、装備によって必要なラバール行為。よし、鍛えてやると決めたからには、どれを鍛えるんだ？こいつでいいのか？よし、来た！また来な。ごめんよ。おいらてっきり魔物かと思って。あんたどうして。アドルは名乗ってから。ありがてえ。町長はあんたが来る前に、その御山長もまさか。とにかく
あんた、こんなところで何をやってるんだ。見かけない顔だが。アドルは自己紹介をしてから。そうか、俺はこの採石所エドガー町長を探しに来たんだが、どうやら町長は坑道の奥に、この先にいる魔物の中に剣では歯が立たない奴がいたんだ。そいつを何とかしないことには、
もしかしたら倉庫に行けば何か役に立つものがあるかもしれんな。よし、あんた。倉庫の場所なんだが、ここへ来る途中にあった大きなロッその先に倉庫の扉がある。それじゃ悪いが。待って。我が名はデュラーン。大いなる意志の影なり。赤毛の剣士。
ラン。かけろ、踊れズラン。かけろズラン、踊れ。踊れ、前、踊れ。